今シーズンの国際舞台はわずかに1試合、沈黙のディフェンディングチャンピオン、ステファン・ランビエール。世界フィギュア2連覇、新しい伝説はこの東京の地で刻み込みます。プルシェンコに次ぐ絶対王者への道、ショート・フリーともに新しいプログラム。守るべきものを胸に東京にやってきました、ディフェンディングチャンピオン、ランビエール。トリプルアクセル、あっと、まさかの転倒、ランビエールが転倒です。トリプルトーループ、ダブルトーループ、4回転ジャンプは飛べません。した2回の選手権、世界選手権ではなかったミスが出ました、ステファン・ランビエール。3つ目のジャンプ、トリプルルッツ。世界最高のスピン、王者を襲った悪夢です。ステファン・ランビエール、2つのジャンプ失敗、ショートプログラム。一体何が起こったのか、本人もそんなジェスチャーを見せました。いやー、このリンクでは何があるか、何が起こるか分かりませんね。ちょっと今後の波乱を予感させるような、そんな3連覇を目指すランビエールの演技となりました。ジュベールがその演技をただ、はい、見つめています。ただグランプリシリーズから少し空いてしまっていますので、試合の感覚が鈍ってきてしまっているかもしれませんね。今シーズンはヨーロッパ選手権も欠場しました。ただあのコンディションとしては練習を見ている限り、本田さん戻っているように見えたんですがね。昨日の練習、今朝の練習を見た感じでは、本当にこの選手がこのままの調子のまま4回転もトリプルアクセルも全部いってしまうんではないかなと。このトリプルアクセルも悪くないんですがね、はい、あのこれまでトリプルアクセルは苦手としてきたステファン・ランビエールですが、ただあのこういったジャンプでも必ずなんとか踏みとどまるというのがここまでの流れでした、はい、しかし今回は転倒、マイナス1の減点にもなります。そして得意の4回転も3回転になってしまうと、本当に何が起こるかわからないですね。最終グループ、最初の滑走のステファン・ランビエール、
1月のヨーロッパ選手権を欠場、これはモチベーションの低下というふうに本人は話しました。ただやはり世界選手権のこの金は渡せない、直前になって世界フィギュアへの参加を表明。さあそしてライバルの演技は見つめない、じっと精神を集中する高橋大輔。目の前でランビエの失敗を見つめたブライアン・ジュベール、今どんな気持ちでリンクに立つのか。さあランビエールの得点です。3連覇を目指す世界王者、 35.85、 テクニカルエレメンツ、そしてこちらは7点台の後半も見られます。プログラムコンポーネンツ 37.85 という得点になりました。 72.70、この得点はランビエール不本意な得点。ジェフリーバトル、ライサチェクに次いで世界王者が3位に沈んでいます。ステファン・ランビエール現在3位のポジション、しかも7点近くバトルに離されました。